より、外観京都芸術センターは、京都市の中心部にある芸術振興の拠点施設。明治に京都の町衆たちの力でできた明林小学校が廃校になった後、その跡地と校舎を利用してアートスペースを作ったもの。制作室、ギャラリー、行動、大広間、フリースペース、図書室、情報コーナー、茶室、カフェ、談話室、ショップなどがある。 鉄筋コンクリート作り3階建て。公益財団法人京都市芸術文化協会が指定管理者として管理、運営しており、芸術活動支援、芸術に関する情報の収集、発信、アーティスト・イン・レジデンスプログラム実施、芸術家と市民の交流促進などを行っている。館長は、竹畑鉄2008年、西建、南館、北建て。 専門及び兵が国の登録有形文化財に登録された。専門職員としてアートコーディネーターを採用している。美術館でもなく劇場でもないアートセンターの専門職員としてどのような職名が適切か検討された結果、アートコーディネーターが選ばれた。まだキャリアが浅く将来が期待される芸術家の支援を行う施設であることから、 そのような芸術家の活動を支える人材の育成も目指し採用されている。単年度契約の3年人気。経験者は全国の美術館、劇場、大学、フェスティバルの事務局などで活躍している。京都府100年の年表第五教育編、京都府立総合資料館編、京都府1970年 P264 不評1。ありがとうございます。